ゆっくりしていってね。どうも皆さんこんにちは、アキです。生き物大図鑑アドバンス、縄文とカゲモドキ、3種セット。もう誰も見てないですかね。遅いよ。最近抽選販売で再販されたものですが、進化が続いて、すでに過去の遺産になってしまいました。レオパルド月光。昨年2000円でアップデート発売されています。一応、ゲットしたので動画にしてみます。ラインナップ&アンボクシングル。縄文トカゲモドキスノーボールドストライプ、縄文トカゲモドキベルアルビノ、縄文トカゲモドキジャングル。以上、全3種。内容は2021年に発売された1000円の空張りです。現時点の目線だと、やはり古い感じがしてしまいます。縄文トカゲモドキスノーボールドストライプ。原型はマサコウボウさんです。旧金型ではありますが、造形が悪いというわけではありません。縄文トカゲモドキベルアルビノ。ベルアルビノは全体的にクリーム色の発色が強く、縄文部分は茶色いモルフです。素材は PVCPOM。縄文トカゲモドキジャングル。ジャングルは背中のバンド模様が乱れた表現のモルフです。サイズは全長約170mm。最近のものと比べると若干小ぶりです。アップデートされたバージョンとの比較。サイズも表面ディテールもだいぶ異なります。下が動くよ。目の印刷もアップデートしていますが、マイナーチェンジといった印象です。クレステッド月光ではクリア素材を使用しているので、こちらで完全にアップデートされました。腕の関節は若干緩いです。個体差かも。関節が緩い個体もあるみたいです。リファイン版では、関節が改善されて、接地性が向上しています。しかし全体のフォルムは、これはこれで悪くないです。2023年発売のアップデートされたバージョンとの比較。このアップデートで、プレミアム感がなくなってしまったような気がしますが、旧バージョンのフォルム自体、なかなか良いと思います。ここら辺は原型資産のセンスの味わいといったところでしょうか。皆さんはいかがでしょうか。憶測ですが、トカゲのような有機的なフォルムは、3D スキャンで再現しづらいとかあるんではないでしょうか。昆虫や甲殻類と違って、剥製をスキャンしても躍動感がないと言いますか。表面のテクスチャーを再現できても、有機的形状は、生き生きとした表現が難しいのではないかと感じます。おまけ。こちらは記念すべき縄文トカゲモドキの元祖フィグア、海洋堂のチョコエッグです。2000年発売。当時の縄文トカゲモドキは、ダブりやすく、外れ枠の印象でしたが、チョコのおまけとしては当時、驚愕すべきハイクオリティな出来栄えでした。20年の時を経て、だいぶアップデートされましたね。先達が気づいた食玩フィグアの布石があって、成立する生き物大図鑑なわけですが、海洋堂にも頑張っていただきたいものです。リボジオ。ちなみにカプセル級の月光が再販されるという噂を聞きました。こちらはチョコエッグの直径の進化版といいますか、海洋堂解釈のアップデートバージョンです。持ってない人は探してみてください。バンダイの有機的フォルムをブロック状に分割する方式ですが、曲線の再現には限界を感じます。もしかしたらカプセル級のアンサーが究極なのでは、と考えます。10年後に価値観がどう変わっているか楽しみです。ご視聴ありがとうございました。